bisschen besser verteidigt, bitte. Ein bisschen besser verteidigt. Das ist Shinji gewesen. Das war Shinji. Das war das erste Tor für André Schürrle. Durchaus. Durch den Pass an und wieder. Kagawa für Aubameyang und er macht das. Und übrigens. Applaus für Shinji Kagawa. Oma, komm jetzt. Das packst du noch. Abseits. Nee. Viel Ballbesitz und keine Tore. Oh, jetzt aber, jetzt Leco aber. Mio. Und bitte, und bitte. Torschütze, Kagawa. Lehnt es Schluss. Shinji Kagawa gewinnt gegen Pierre-Emerick Aubameyang. はい、ご覧いただきました。こちらの映像はドイツの名門クラブボルシア・ドルトムントの香川選手とチームの得点王オーバミアン選手の映像でした。いや、新しい V でめっちゃ楽しいですね。香川選手、赤川選手ですか、オーバミアン、チンチンに当たりました。最高です。そんな感じなんですかね。いや、わかんないし、めちゃくちゃ楽しいというかね。、はい、楽しそうでしたね。実際にプレーしている時のこの両選手かっこいいんですけど、かっこいいですね。V でプレーしてでも絵になるっていうね、いい映像でしたね。かっこいい。はい、ということで改めて詳しくご紹介していきたいと思います。こちら今作ではコントロールリアリティのコンセプトのもと、ファーストタッチやパスといった操作感を大きく改良しております。さらにテキタカやゲーゲンプレスといったチーム戦術、コンセプトアレンジの追加や攻守レベルの復活など、対人対戦をより面白くする工夫をたくさんしております。そしてスペインの名門 FC バルセロナとプレミアムパートナー契約を締結いたしました。最新の 3D フォトスキャンで撮影したネイマール選手、スアレス選手、イニエスタ選手などなど、フェイスモデルやホームスタジアムカンプノーを搭載いたしました。応援歌イムノが収録されるなど、 FC バルセロナをリアルに楽しむことができます。他にもレジェンド OB 選手や歴代ユニフォームの配信、さらに香川真司選手の所属するドルトムントやイングランドの名門リバプール FC など世界の人気クラブとオフィシャルパートナー契約を締結しております。リアルな欧州サッカーをいつでも手軽に楽しむことができます。すごいですよこれ。はい、すごいです。バルセロナファンはもうバルセロナを隅々まで楽しめるっていうね。そうなんです。たまりませんよ。あの選手がいた時のとかのユニフォームが全部あるわけですからね。はい、もういや、これたまらんですね。ファンの方はぜひもう細かいところまで設定して遊び倒していただければと思います。うんうん、はい、さあ、こんな新要素満載のウィニングイレブン2017ですが、こちらのステージではそのウィニングイレブン2017の世界最速公式大会をお送りしてまいります。やりますよ。早速ルールを説明してまいりましょう。はじめに予選を勝ち上がったユーザー4名による準決勝を2試合同時に行います。はい、そしてファイナリスト2名による決勝を行い、チャンピオンを決定いたします。試合時間は7分、延長なし、 PK あり、選手交代人数は3人、コンディションはランダム、怪我はあり、そしてフォーメーション設定は3分とさせていただいております。そして優勝者には素敵なプレゼントをご用意しております。すごいプレゼントがあります。こちら出ました、ドルトムント香川選手のサイン入りユニフォーム、こちら優勝者にプレゼントいたします。一点一点丁寧にサインしました。ぜひ受け取ってください。何か降りてきましたね。いや、本当にね、貴重なものですよ。これは、はい、これ激レアですよ。うん、ぜひぜひ皆さんに頑張っていただきたいと思います。はい、はい、さあ、それでは早速プレイヤーの皆さんにご登壇いただきましょう。激戦を勝ち上がったセミファイナリストの4名入場です。さあ、お一人ずつお名前ご紹介しましょう。まずはアーセナルを使います、モノさんです。
どうぞ。さあ、表情が若干硬いか、緊張してますかね。続いてパリ・サンジェルマン仕様、リオさん、イラついてます、イラついてますよ。さあ、続いてはバルセロナを使います、ユウヤさん。ユウヤはユウヤでも丸がつきます、ユウヤ。そして最後はドイツを率います、ヌオンさん。さあ、みなぎっております、みなぎっております。この4名がセミファイナリストということで、はい、出揃いました。改めて大きな拍手をお願いいたします。本当にあの32人ワールドカップとかのレギュレーションとよろしく、はい、最速でそこで試合をして勝ち上がってきた4名ですから、はい、ね、強いんじゃないでしょうか。いやいや、いい表情してますよ。はい、はい、まあ、早速意気込みから伺っていきたいと思います。まずはモノさん、意気込みのほどお願いいたします。そうですね、楽しんで、勝ちたいと思います。ありがとうございます。いいですね。ちなみにウイーレ歴はどのぐらいでしょうか。5年6年ぐらい。5年6年5年6年5年6年の時を経て、この舞台に立ってるんですよ。そうなんです。ぜひ頑張っていただきたいです。準備は OK ですか。バッチリですか。大丈夫です。いいですね。はい、頑張ってください。頑張りましょう。では続いてリオさん、意気込みを教えてください。そうですね、まあ緊張してるんですけど楽しんでやっていきたいと思います。ちなみに、はいはい、大丈夫です。すごい体つきがいいなと思ったんですけど。そうなんですよ。フィジカルがね、はい、フィジカルが結構ね、はい、仕上がってる感じ。何かやられてるんですか。そうですね、この日のために鍛えてきました。この日のために。嘘、ちょっと対戦相手はちょっとね、当たり結構来ると思うんで。当たりに、ちょっと吹っ飛ばされないように。プレス結構きついですよ、はい、これ、うん、気をつけてもらいましょう。はい、頑張ってください。お願いいたします。では続いてゆうやさん、意気込みを教えてください。そうですね、やっぱちゃまくんを有名にしたいと思ってるので優勝したいと思います。以上です。優勝ですよ。優勝、ちゃまくんっていう、はい、YouTube で活動してる人がいるんですけど。なるほど、はい、YouTuber がいるんですけど。あ、なるほど、なるほど。自分じゃないですけど、はい。ご自身はゲーム配信などされてるんですか。たまにします。はい、たまに。ウイレも結構やられるんでしょうか。はい、はい、結構やります。はい、大丈夫ですか。もっとこうアピール的なものをこうダイナミックにしとか、プレーで見せる感じですか。やっぱプレーで見せます。はい、俺のスタイルはピッチで見せるから、はい、待っとけよと、はい、頂戴しました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。頑張ってください。では最後、はい、ヌオンさんですね、意気込みを教えてください。そうですね、ここまで来たので4人でみんなで楽しんで、まあそれ楽しみつつもしっかり勝って優勝したいと思います。いいですね、ハキハキしてますよ。ヌオンさん使うのはドイツ代表、ドイツです。今回の主要チームの中では唯一ナショナルチームってことですけど。そうですね、これはもうこだわりあって、ずっと、まあ、1回戦からノイアーに助けられてたんで、今回もノイアー頼みで守りつつ、うん、ワンチャンで決める感じで勝ちたいと思います。なるほど、世界ナンバーワンキーパーに練ってますね。がっつり頼もしい守護神ですからね、頑張ってください。はい、はい、さあ、というわけでこちらの4名で対戦していただきます。ウィニングイレブン2017公式大会最初の栄冠を手にするのは誰なんでしょうか。皆さん見届けましょう、はい、それではご準備のほどよろしくお願いいたします。じゃあ、さあということで4名出揃いました。はい、それではここからどうぞ。ここから始まってまいります。準決勝開幕です。セミファイナルです。はい、はい、さあ、それぞれ定位置についていただきましたけれども、改めまして、まずは皆さんから見て左手が、アーセナルモノさん、はい、そしてパリ・サンジェルマンのリオさん。はい、対戦のトーナメントはこちらご覧の通りですね。はい、そして、皆さんから見て右手はバルセロナユウヤさん、そしてドイツ代表を率いるヌオンさんということになっております。
もうあの同時に、キックオフしまして、勝者がどちらかということでございますが、はい、うん、まあ、今日東京ゲームショウということで、このたくさんの皆さんに、ね、見られながらっていうことですけど、うん、まあこれ本当にもう今日は、まあ、それぞれ実際のゲームの中ではスタジアムいろいろ使うと思うんですが、こう幕張メッセスタジアムどうなんだって話でございますよ。それぞれひいきのチームもあると思いますんでね、はい、プレイヤー含めてご覧の方もしっかり応援していただきたいと思います。映像を通して、ね、見てる方もいらっしゃいますから。そうですね、世界最速公式大会だから、とりあえず現時点で今日優勝した方は、はい、俺とりあえず幕張メッセで一番強いからと。はい、その通りですよ。千葉県美浜区でナンバーワンだからと間違いなく言えますから。間違いないです、はい、まだ発売して2日のシリーズですからね、うん、ここでこの強さを見せるというのは、まあ、過去のシリーズで経験を積まれてきてるんでしょうね、はいはい、とりあえずこの出揃ってる4チームで、はい、まあ、今セッティングが行われてますが、はい、チーム力でいうとやはりバルセロナが抜けてるかなという感じしますが、どこも強豪ですからね、はい、パリ・サンジェルマンもアーセナルもいい選手揃ってますし、ドイツ代表ももちろんのこと、はい、さあ、ご覧いただいてますのは皆さんから見て右手の2人による試合、バルセロナ対ドイツ、ね、ノイアーって言ってましたね、キーパーノイアーに助けられたと。ちょっと戦略がありそうでしたね。いや2017はキーパーのモーションがもうむちゃくちゃ細かいですからね。そうなんです、そういった細かいところも、この映像ですね。皆さんこんばんは。本日のマッチはドイツ対バルセロナ、カンプノウよりお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況ジョン・カビラでお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況はジョン・カビラ、ガヤは上松哲平が担当します。よろしくお願いします。お願いします。さあカンプノウで、今コンフィグ設定を確認してますね。さあ2016年9月17日ウィニングイレブン2017、一番最初に強いやつと言われるのは誰なんでしょうか。ご覧いただいてますのはバルセロナを使用しているユウヤさん、そしてドイツを使用しているムオさんの試合です。スタート、ドイツ対バルセロナ、非常に珍しいカード、クラブチーム対ナショナルチームという特別な対戦です。さあ北澤さん、特に気になる選手がいましたら教えてください。ミュラーですね、はい、まあ、優れた状況判断力を持ってますよね。北澤さんがミュラー注目って言ってますよ。そういった見極める力がやっぱり大きいということで、やっぱ相手が飛び出したら得点、ここが魅力ですよね。なってますね今ね。なるほど、そういった部分も今日の見どころですね。ちなみに今日はジョルディアルバ、東京ゲームショーのビジネスデーを経て、パブリックデーということなんですけれども、これまでステージ上でプレーされた方、はい、7割ぐらいがバルセロナを使ってたんですね。そうなんですよね、すごい多かったですよね。ここは通しません。結構ユーザー同士でチーム被ること多かったんです、特にバルセロナ。おっとクロスは落ち込んだけど、これはカットしました。チャンスだ、いきなりね、絶望的なピンチかと思いましたが出しましたね。外から攻めていく、さあミュラーが右サイドから、丁寧にコントロール、自分で行く、いい足技出ましたね。と枚数いたんですけどもね、ミュラーちょっと見せるプレー見せましたね、ちょっとサイドでね、はい、さあダニエル・アウベス、このボールをカットします。ドラクスラー、本当ドイツ代表は各ポジションに素晴らしい選手が揃ってる。細かくパスを回すシーンが多いですよね。穴のないそうですね、狭いスペースでうまくトライアングルを意識しながら回してますよね。攻め急いでいないので様子を伺いつつ、相手を揺さぶってチャンスを待っているんでしょうね。なるほど、攻め急いでないというところですね。そうですね、ここは繋がりません。これやっぱりね、両選手ね、ウィレをしっかり今までやってプレーして上達してこの場に立っていると思うんですけど、はい、なかなかね、このタックスフロイトに見られてやるというのはね、うん、
ないですよね。緊張を出し合って、はい、おいいですね、いいプレー見せましたよ今。さあバルセロナボールです。なんかあの反復横跳びみたいなねこういうドリブルしましたね今ね。ジョルディアルバ、いいですね。さあバルセロナボールです。さあ見せるプレー、今のところスコアはサイドのスペースを使う、いていません。イニエスタへ。さあイニエスタがいい位置でボール持った。メッシ、メッシ、メッシが決めた。先制バルセロナゴール。先制はバルセロナ、ユウヤさんです。相手に先制点をもぎ取ります。取ってほしい人に取ってもらったという、シュートに持っていくための今のファーストタッチ、素晴らしかったですね。躍動しました。そうですね、先制しましたけどまだ試合時間ありますからね。状態でトラップできたことがこのゴールにつながったと思いますね。なるほど。さあこのままじゃ終われません。さあバルセロナ1対0先制しています。1点取った後っていうのはゆとりが出てきて、ええ、そのゆとりがまた良いプレーとつながってきますからね、はい、2点3点と一気にいくケースもありますよね。なるほど、1点3点と一気にいくケースもありますよね。大きなフィードです。さあ仕掛けてくるのか、ここは競り勝ちます。さあ大きく縦へ、バルセロナ波に乗るのか。スアレス、ジョルディアルバ、ここは競り勝ちます。インサイド上がっていく、メッシ、スアレス、ネイマールってね、もう最強の3トップがバルセロナにはいます。さあ前半時間経過しまして、もう早くも40分回ってますよ。スローインをカット、これは読んでいました。メッシ、さあドイツ、まだありますね、チャンス。前半のうちにね、ちょっとこう後半につながる得点、今そうですね、欲しいですね。左サイドのドリブル、ここでホイッスル、前半が終了しました。前半が終了、バルセロナが前半から得点が動いています。そういう状況でドイツ先制点を与えたまま、バルセロナの本拠地ですからね、はい、本当に変えることによってね、ホームっていうことで。さあ画面切り替わりまして、こちら皆さんから見て左手、アーセナルモノさん、パリサンジェルマン、リオさんの試合、こちらはスコア動いてません。そうですね、前半終了で0対0と、両チームとも非常に集中できていた前半でしたが、少し時間を置いた後、はい、立ち上がり、まあ、圧倒的に、ね、バルセロナユーザーが多い中、はい、このアーセナルパリスサンジェルマンという試合は、うん、おっと止めた、来た来た、イブラ、よく止めましたね、イブラヒモビッチ、素晴らしいハイセーブですよね。アーセナル今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。いい攻撃をしていても相手チームは、おっと、決めた、決めた、試合が動きました。パリ・サンジェルマン先制、後半で試合が動きました。決めたのは今誰だったんですかね、ちょっと。さあパリ・サンジェルマ、イブラが先制ゴールを決めました。1点先制しましたけど、安心はできないですよね。当然相手はアグレッシブに攻めてくるわけですから、今日はちょっとね、イブラヒモビッチ躍動してますね。そうですね、なるほど。ラムジーがこれはファールを取られました。今のファールは注意だけで済んだようですね。世界最強の、ね、ストライカーですから、大きく蹴りました、打ち上げてしまいました。今のはさすがに現実のサッカーでは、はい、なかなか、なかなかお前ボール持ってないときそんなに動かないだろうっていうぐらいイブラヒモビッチ、チームに貢献してくれますからね、はい、ウイルではね。ジルー、オンレア、アーチのようなパス、さあ大きく蹴りましたが、そのままキーパーに。アーセナル1点返したいですね、これね。そうですね、アーセナルとしては先ほどからディフェンスラインの裏のスペースを相手の距離を置いたマークの仕方でケアしてますよね。そうですね、しかし北澤さん、そうなると相手選手は足元でボールを大きくやりました。これイブラが行くか、おーポスト、そうですね、おっしゃる通り裏のスペースをケアしている分、どうしてもボールホルダーへのチェックは普段遅れてしまいますよね。素晴らしいですね、ディフェンダーとしてはイブラヒモビッチがかなり効いてますね。トレーニングしてますから対応できるはずですよね。さあこのコーナーも警戒しないと、1対1になってしまう方が、何やってくるか分かんないですよ。確かに追いかけるというような状況に持ち込まれると厳しいですよね。そうですね、おお、いやいやいや、これは通しません。刻々と時間が経過します。はい、試合時間は7分となっております。さあまたイブラヒモビッチ決めた、アリサンデルマン
シュート1点追加点ですね。追加点決めます。2対0、ね、2点目が入っちゃいました。イブラヒモビッチ、今のはキーパー届かないコースに、ここで時間もどんどん迫ってますけれども、いや気持ちのいい一発でしたね。なかなかね、おそらく分かっていても止められなかったでしょうね。ゴールネット突き破るようなシュートって、はい、現実には起こりないですけども、イブラヒモビッチやっちゃいそうなんですよね。着実に得点を重ねていきます。2対0、ね、パリサンジェルマンとしてはこうなると主導権もできやすくなりましたよね。2-0 リードは精神的にも肉体的にもバックアップが大きいですからね。この後リラックスしてゲームに臨めるんじゃないでしょうかね。しっかりゲームしました。イブラヒモビッチ、さあ裏へのスルーパス、カバーニがキープ、カバーニがキープ。アーセナルは先ほどから見ていてクロスでチャンスを作ろうとしているようですね。そうですね、サイドで起点を作ってクロスという形を意識しているみたいですよね。まあクロスを上げる選手と合わせる選手とバックルと、こういったシンプルな攻撃も効力的ですからね。なるほど、闇オフサイド、ラインズマン真面目、もちろんそうですよね、うん、真面目にいい仕事しますよ。ラインズマンピックアップしてわざわざ練習して、ここで調整が入ってますね。クライダーシップ受けてのジルーのポジショニングをちょっと左に微調整してますね。調整、そうですね、ちょっと左サイドを重点的に攻めてやろうっていうね。お二人とも調整されてますね。これでもここに来てアーセナルの はい、微調整具合、はい、ベンゲルモノ、これも勝つ気満々ですね。そうですね、この時間で全然試合諦めてないですよ。試合を動かしていくと、さあエジルを下げてウォルコット入れてますね。これはなかなかこじ開けられない。そしてチェンバーに下げてウェルベック、アーセナルが結構こう点取りに行くぞっていう、あーっと危ないシーン、ちょっとパスが長すぎました。2対0ですからね、もう2対0でもう残り時間がそこで終わり、はい、迫ってきてます。シュート本数今出てましたけど、ベクトル・ビエリアーセナルまで1本しか出てないですね。まずはシュートの形に持っていきたいですね。これはアーリー・ベルベック、おーっと絶好の得点機、際どいとこ落としたんですよね、はい、結果的に大きな場面だったかもしれませんね。シュート打てないと入らないのが点ですからね。どんどん攻めていきたいですよね。まずはコントローラー持たないとプレーできないのがウイングですから、まずはシュート、シュートコース作らないと、シュートに持っていかないと打っていきましょう。ミス入らないので、さあ時間が迫ってます。まもなく90分、アリ気味のボール頭だ、これは枠の外、パリ・サンジェルマンもシュート本数10本きましたね、今までね。数字だけ見ると一方的に攻めれているという感じですが、アディショナルタイム5分、呼んでいた僕らボルコット、現実はね、もう30秒あれば展開のがサッカーですから、はい、残りわずかですが、ここは時間を使います。パスをつなぎます。さあ5分回ったラストワンプレー、ありますよ、一矢報いたいところ、やったー、シュートボール、そしてここで最後の6分、ここでホイッスル、2対0、パリ・サンジェルマン、パリ・サンジェルマン、リオさんが、さて北澤さん、試合の総括をお願いします、こちらのトーナメントはリオさんが勝ち上がりました、今考えてみたらリオさんのフィジカルは、はい、当たりを強くするというよりも若干ちょっとイブラヒモビッチっぽい雰囲気に見えてきましたからねガンガン攻めて、髪の毛もう少し伸ばして後ろでくくったらどうなんでしょう、ね、意識されてるんでしょうね、はい、ボディの感じは結構、はい、さあ両方の試合が終了したようですね、はい、さあじゃあ両チームの方、はい、中央後にお越しいただきましょう。もう一方のスコアまだね、我々はいまだ把握しておりませんが、はい、さあ、ではまず結果が分かっている、はい、まずはリオさんとモノさんの方から、はい、今出ましたね、あ出ましたね、はい、モノさんのアーセナルとリオさんのパリ・サンジェルマン、リオブラヒモビッチが 2-0 で勝ちました。おめでとうございます。おめでとうございます。そしてもう一方は、ユーヤバルセロナヌオンドイツ、こちらは
バルセロナ仕様のゆうやさんが勝利、はい、おめでとうございますということで、こちら見事次の決勝に進出したのはリオさんとゆうやさんです。ファイナリスト決定。はい、では早速インタビューしてまいりたいと思います。まずは、はい、勝ち上がったリオさんとゆうやさんからお伺いしていきたいと思います。勝ちましたがいかがでしたか？そうですね、緊張したんですけど本当に運だけでここまで来れたんで、このラッキーをね使って優勝したいと思います。意気込みもバッチリですね。もうバッチリ試合運びもできたって感じでしたよね、はい、そうですね、うん、完璧です。いいですね、ギラついてますよ。はい、決勝頑張っていただきたいですね、はい、さあじゃあこちらのお二人も聞いてみましょうか。はい、まず立ち上がったゆうやさんあのアピールしたいって言ってましたけど、しっかり結果残すことできました。はい、はい、そうですね、やっぱプレーで示しました示しました、はい、もうねメッシが決めたあの虎の子の1点を守り切ったということで、そうですね、もうあとはパス回しで逃げました、はいはい、バルセロナのようなプレー見せてもらいたいですね、はい、そうです、はい、ヌオンさん、はい、負けちゃいました。そうですね、ノイヤー頼みだったんで、さすがにメッシは厳しかったですね。それで点も取れなかったです、残念ですけど、でも楽しくやれたんです、本当に、緊張しましたけど楽しくやれたんで良かったです。素晴らしい、お手本のようなコメント、ね、負けた、でも楽しい、素晴らしい、ごちそうさまです。ありがとうございました。さあそして最後にモノさん、ちょっと残念な結果でしたが、プレーしてみていかがでしたか？いやもう試合内容も完敗だったので、まあ、率直に悔しいんですけど、まあ、リオさんには頑張ってほしいです。素晴らしいですね、リオさんには頑張ってほしいと。まあね、自分を超えてですからね、はい、そうですね、決勝がこの後すぐでございますね、はい、楽しみです、はい、ということでここで残念ながら敗退してしまいましたモノさんと、ヌオさんは、ステージから降壇していただくことになります。こちらまたあのウィニングイレブン2000なら楽しんでいただければと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした、大きな拍手お願いします。さあそして続いてはいよいよ決勝戦です。さあというわけでこちらの決勝戦は勝ち上がったリオさんとゆうやさんに対戦していただきたいと思います。はい、頑張っていただきましょう。それでは早速ご準備よろしくお願いいたします。さあ幕張メッセ東京ゲームショーで一番強いやつは誰なのか、はい、ここから決勝戦です、はい、一番強いやつと二番目に強いやつが今から試合をそうですするわけですね。はい、1個ね、ウィニングイレブン、はい、まあ、このゲームですよ、ですが実際のこの体でね、はい、感動したり悔しくなったりいろいろするわけですよ、うん、さっきね、負けちゃったモノさんがね、はい、退場間際に対戦して負けたリオさんのお尻をポン、なんですか、あのいいシーン、頑張れよめちゃめちゃいいシーン、いいシーン見ちゃったんですよ私ね。だって会場で会ってこのウィーニングイレブンを通じて、そうですよ、一緒にプレーして、はい、優勝が生まれたと、共に覇権を争った中の2人がね、はい、素晴らしいですね、いろんなものを背負ってね頑張っていただきたいですね、はい、そうなんですよ、まあ、主要チーム、はい、おそらく変わることなくパリ・サンジェルマンとバルセロナと、はいはい、まるでチャンピオンズリーグのね、カードのような対戦カードになりましたよ。いい試合が見れるんじゃないですかね、うん、あれですね、リオさんはプレー中は必ずメガネを、ね、そうですね、プレーが終わると外すっていうねメガネスタイルで、さあ今、先日画面の方映っております、パリ・サンジェルマンの方はもう準備バッチリ、イブラヒモビッチの調子が若干悪いですね。あ、そうですね、コンディションが、いやいや調子が悪いというところ、おっとバルセロナ、これメッシ、スアレス、ネイマールのポジションがいわゆるバルセロナの形と微妙に変更してますね。ネイマールをーまあトップ下の位置で、左サイドメッシ、右サイドイニエスタ、はい、ワントップの感じでスアレスという感じに設定してますね。デフォルトとは少し違う形、
念入りにしっかり準備してくださいよ、はい、あの準備時間3分使っていただいて、はい、先日スピタカを選びましたね。あ、フォーメーションまた入るのかな。もういろんなね、うん、無限にありますからパターンは。そうですよ ね、自分のやりやすいように戦いやすいように。あ、またポジションを微調整しましたね、はい、メッシは右サイド、ね、スアレスね、スアレス選手は噛みつきでね、はい、世界中に話題になった、試合中にね相手選手に噛みついたっていうのでね、うん、はい、プレー中に上上下下右左右左バツ丸ってやると、はい、スアレス選手が噛みつくっていうことはないですから気をつけてください。はい、そういうのありませんから気をつけてください、はい、すごいもう格闘ゲームみたいな感じですけど ね、そうなってくるとそういうコマンドはありません。ありません。さあ時間と愛になりましたよ。サッカーファンの皆さん、こんばんは。世界最速公式大会、本日のマッチは決勝戦バルセロナ対パリサンジェルマン、カンプノウよりお届けしてまいります。バルセロナ対パリサンジェルマン、解説北澤さん、試合会場はスペインバルセロナの本拠地カンプノウ。さあ北澤さん、よろしくお願いします。どうもこんばんは、よろしくお願いします。さあ試合が始まります。ちょっと実際のサッカーとかでも試合が始まるとき大きな拍手で試合が始まったりしますんで、はい、一つご覧の皆さん両者に健闘、これからの健闘を称えるという意味で拍手をお願いします。あ、いいですね、いいですね、いいですよ、いいですよ。さあそしてキックオフ、今ゲームが始まりました。バルセロナ対パリサンジェルマン、親善試合とは思えないこのビッグマッチ。親善試合じゃないもん。さて北澤さん、カビラさん何言ってんの。親善試合じゃないですね。最速公式大会だっつって。ディマリアですね、バチバチと暇なのドリブル、決勝戦です。このドリブルのマスは一人で何人も抜くことができますからね。なるほど、まあ一人でチャンスメイクはできますからね。さあとんでもないビッグチャンスだ、はい、あとはスアレス落ち着いてゴール。こんなことってあるんでしょうか。試合開始直後バルセロナ先制したね。とんでもないところにバルセロナが先制、ボールが転がって、はい、終わったか。キレのあるスルーパスからの一発、そうですね、1対0、出しても受けてもバッチリでしたよ ね、 試合が来ましたね。タイミングアップはバッチリ合わないとこういったボールって生まれないですからね。さあパリサンジェルマン、この立ち上がりに失点と、北澤さんいかがご覧になりますか。まあ入りとしてはよくなかったんですけどもね、この後いくらでも展開変わりますからね。先ほどね、このゲームはセコンドシのマッチなので何が起こるかわからないですからね。自分のやりやすいようにそれぞれ設定してます。これはちょっと誤算ですね。裏のスペースを狙う。さあまさかのスタート切りました。まあでも時間はまだまだたっぷりありますから、試合時間7分となってます。メッシ、さあメッシ、青色がバルセロナ、赤いユニフォームがパリ・サンジェルマンということでございます。ディマリア、ロングフィードで狙う。さあ右サイド通った、ここからどうする、上げてくる、おっとドルーズボール打っていった、強めの、おお、素晴らしいパワー、いいミドル打ちましたね今ね。戦力的にはもう互角と言ってもいいぐらい、はい、パリ・サンジェルマンもね、もうねオーナーが金持ちでしょうがないんですよパリ・サンジェルマンは。そうなんですね、ね、対戦してるバルセロナのネイマール選手に、はい、今の年俸の3倍46億出すから来てくれってオファーを出したんでね、まあ、行かなかったんですけどねネイマールね。あ、そうなんですね。クロスを選択、さあさあ今度はバルセロナの攻撃、ドリブル切れてますね、いいですね、いいですね、見応えのあるプレー。メッシキレキレ、サイドを使う、ルイス・スワレス、スワレスが右サイドから上げて、これはカバーしましたよ。もう一発あるぞこれ、アーチのようなパス。さあこれ通ったら浮かせて裏を狙いますが、これは入りませんでした。キーパー前出ましたね。さあもう一度パリ・サンジェルマン、
もう何回かありましたけどもね、はい、クロスを上げるシーンが多いですよね。ボールがこれイブラ行くか、サイドに収まったらその瞬間もう中は人数結構いますからね。イブラの指示がベンチから出ているんでしょうね。ディフェンダーからしてみるとクロスの対応って結構難しいんですよね。もう一度組み立て直してボールとマークをつく相手を両方視野に入れたポジショニングを取らなきゃいけないですからね。なるほど、ディフェンダーを惑わせておいて、はい、この戦術ですと的にっとんでもないボール、これ再びスアレスマークつかないと絞らせないことがメリットになりますね。ダビドロイス、なるほど、長いボール縦なんとかケアできました。ベッラッティ個人的には髪型的にもダビドルースに頑張ってます。裏のスペースを狙う。さあ、ディマリアからマクスウェル。さあこちらボール中に入れたいですね。いいボール入れたいですね。クロス。さあこのボールどうですか。これは合いませんでした。合わない。これはちょっときついパスになりました。時間が過ぎますよ。はい、間もなく前半が終了ですね。リオさん対ユウヤさん、発売2日目にして一番強いやつは誰だ、はい、ラキティッチ。さあスアレスがボールキープ。ここで前半の45分が終了しました。前半終了ですね。前半終え、ここまで見て最初の失点が痛い。そうですね、痛いっていう感じでね、それ以外は互角な感じしましたよ、はい、ボールの支配率もちょうど 50%、 50%です。まあ、パリサンデルマはね、1対0とリードして折り返します。内容はいいですけど、シュートうまいことね、うん、打ちたいところ。おっと、いきなりバルセロナ 1-0 リードです。ハーフタイムの戦術変更ほとんどなく後半に突入してます。うわー、絶好のゴール、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 パリサンデルマン来ました。決めたのはディマリア。ここで同点。いいですね、流れ来てますよね。ハート作ってます。ご覧ください、世界で最もゴブリン顔と言われているディマリア。しっかりね、映ってましたね。ウィールで見てもゴブリン顔ですね。そうですね、しかもシュートの位置も最高でしたよね。さあ、そして追いつきました。1対1。その前にもう対応遅れてましたよね。面白くなってきましたよ。結果的に当ててはいけないエリアにバイタルができてしまいましたよね。頂上対決。しかしこういうチャンスをついて決めるあたりが素晴らしいですよね。さあ、1点取り返されたバルセロナ、見応えがさらに出てきました。ワールドクラスになってくるとスーパーゴールが見たいという期待反面、実際ビッグチャンスをそう簡単に作れませんからね。実力はチームともここっていう時に決めてきている結果なんですよね。そうですね。さあこのボールを追ってきて、おお、わずかに右へそれました。素晴らしいシーンでしたね、はい、もうあとわずかっていうところ、わずかにずれました ね、 ねえ。いや、今のシーン惜しかったですね。現実のサッカーでも多分数センチ、はい、ウイレで見たらもう数ドットっていうぐらいのギリギリのところですよ。さあまたいい形作った。イブラがいいボール入れてきた。しかし北澤さん、味方の選手からすると守備の人数、ちょっとパリサンジェルマンタイムで一人一人と攻めてますね。シャンゼリゼな時間になってますよこれ。逆にボールを奪った時にはまずこの選手に出せばいいので気が楽な分もあると思いますけどもね、うん、前線の選手に預けさえすれば、ボールも使えるんですよバルセロナ。そうですね、縦にボールを繋いでいきます。ちょっとバルセロナこのパスを防ぎます。自分たちのプレーができてない。イニエスタ本日ワンアシストです。試合中ですよ、シエスタしてる場合じゃないですよバルセロナ。マックスウェル、ディマリアへ素早いパスで攻め上がっていきます。さあこれカウンター決めたいところですね、バルセロナ。マスケラ素早く前にボールを持ち込みたいが、ここはディフェンスボール。イニエスタ、そう簡単だよね。イブラヒモビッチ、ボール入りましたよ。いや、これ名勝負。ネイマール白熱してますね、かなり。そうですね、縦にボールを送ります。裏を狙っていきます。ネイマール左サイド切り裂く。ネイマールクロス上げてきたが、これは中に動かないですね。ラキティッチからイニエスタ、ちょっと伸びてしまいました。大きく前線に入れます。おーっと、いいボールだ。ビッグチャンス、ナイスキ
チャンスでしたけどもね。そうですね、残り時間ありませんから。ビッグチャンスからのビッグセーブでしたね今、はい、さあ逆に今度はディマリアがカバーニに流して中に再び戻りましょう。わあ、これは息を素晴らしいですね。熱い戦いですね。さあバルゼロが縦に長い一本のパス、ビダル大きく時間80分回ってますよ。もう時間ここでワンツーを見せる。おお、シェリグ一気に打ってきましたね。バルセロナがホームでのこの前後期決めておきたいところでした。いや、緊迫した状況が続きますよね、はい、分で結果最後まで目が離せませんね。勝敗がつかない場合はこれ、はい、引き分け、今のチャンスをものにすることができませんでした。今 PK がありますね。 PK ですね、はい、延長なし PK ありとなっております。ルーズになる、90分でね、ここで丁寧にボールを扱う。ルーズボールになる、近いところですね、これね。さあアディショナルタイム1分、まもなく時間経過。ここでホイッスル、ここで長い笛、1対1で引き分けで PK 戦へともつれ込みます。素晴らしい試合でした。バルセロナは戦い抜きましたが結局決着はつきませんでした、まあ、ゲームの中で決着をつけたかったと思いますけども、はい、中を切らさずに挑んでほしいですよね。そうですね、ここまで来れば実力差はありません。しかし勝者を決めなくてはなりません。死闘を演じた選手たちによる決戦しかと見届けましょう。まあ、バルセロナ対パリ・サンジェルマン、もう PK での戦いになりました。そうですね、PK はちょっと運の要素もありますけれども、スタジアムに独特の緊張感が漂います。最初のキッカー、もう行きますか、行っちゃいますか。第一キッカー、1本目は沈みました。1本目から取られてしまいましたね。そこはもうね、スアレス試合十分、出だしがもう本当にファーストキッカー大事ですからね。コースは、さあ1本目、そしてこちらも着実に入れてきました。1対1です。見てる側がドキドキ。メッシ、ね、正確なコントロールを持っている。さあメッシ、キックのメッシ、おー、反応しました。守りました。そうですね、メッシが外しちゃった。読まれたんでしょうかね。どうだ、キーパーナイスセーブ。どうした、ナイスアフロー。あ、違いますね、ダビドルですね。さあ1点を追います。さあ、さあどこへ行ける、もう外せないですよバルセロナ。外せます。右を狙っていきました。狙いは良かったかもしれませんけどね。後がないですよ、ね、これ PK のメッシュ決めると、決まった、落ち着いて決めた。これで2点差がつきました。ちょっとね、これで厳しくなりましたよね。もう1本も外せませんよね。外したらそこでパリ・サンジェルマンの勝利が決まります。決めるか、止めた、止めた、これで勝負あり。バルセロナ惜しくも PK 戦で敗れる結果となりました。はい、勝利したのは PK 戦で勝利しました。リオさん、おめでとうございます。いや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 、ちょっとちょっと劇的な幕切れ、真ん中へどうぞ。いや、素晴らしいですね。終わっちゃいました PK 戦、はい、お二人の声をちょっと聞きましょうよ。はい、じゃあまずは勝利を PK 戦の上で、勝ち取ったリオさん、今のお気持ちどうぞ。いや、嬉しいです。以上です。ナイスゲームでしたよね、はい、90分。いや、本当に運が良かっただけですね。ねえ、はい、いや、運が良かったこと、ラッキーでした。いや、実力伯仲の素晴らしいゲームでした、悔しいです、ゆうやさん。はい、もうそうですね、もうこれを機にもっと頑張って公式の大会とかあったら優勝できるように頑張りたいです、はい、あれ最初の1点はどんな感じだったんですか。あれはちょっと事故で、事故だったんですか。まあね、ピッチ上で実際のサッカーでも事故はつきものですから ね、そこはもう時の運というところで、ですがですが90分では決着とか実力的には同じですよ、はい、これは、はい、素晴らしい戦いでした、うん、というところで見事優勝しましたリオさんにはドルトムント香川選手の直筆サイン入りユニフォームを後日送らせていただきます。おめでとうございます。おめでとうございます。
優勝したリオさん、そして盛り上げていただきましたゆうやさんに盛大な拍手をお願いいたします。両者握手を、じゃあね、せっかくですから、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。世界最速公式大会チャンピオンでした。